はい、コロナとね、まあ、リモートワークはニンニクを食べればいいんじゃないかっていう話ね。リモートワーカーはニンニクを食べればいいんじゃないかっていう話、なんかリモートワーク中にお酒飲んじゃうっていうそういうニュースがねありまして、まあ、自宅でやるので、ね、仕事するんでなんかこうお酒の隠れてお酒飲んじゃうみたいなそういうね人もいるみたいなそういうニュースがありまして、まあそうなるよねみたいな私はそう思ってたんですね。でもやっぱり会社なんでね、勤務中にお酒飲むのはどうなんだみたいなというのもありますし、そもそもミスったりするか仕事ミスったりするから危ないっていうのもありますし、だからあんま良くないなと私は思ったわけですね。だけどこうなんていうんですかね、ストレスというか自宅で仕事しなきゃいかんというそういうストレスみたいなのもこうまあ想像できるわけですね。私がねこうおすすめしたいのはニンニクですね。ニンニク料理、ニンニク料理をね食べながらやればいいんじゃないかなとそう思うわけです。まあご飯を食べながら仕事するっていうのはねリモートワーカーは許されてるんじゃないですかね。そう、常にご飯食べてるわけじゃないから昼時とか夕方とかお腹減ったらちょっとねご飯を食べると、その時にニンニク料理をすごいねきついニンニク料理を食べればいいんじゃないかなと私そう思ってるわけですね。ニンニクはね血行が良くなってポカポカしてきてやる気が出てくるというか元気が出てくるというかねそういう効果もありますし、それから普段会社では絶対にできないようなそのニンニクの匂いがすごいんでね、会社の中でニンニク料理食べられませんよね。でも家ならできるというそういうなんていうか脱法感というかね、はい、こういうまあ脱法してるぞっていうそういう楽しさというかね、脱法じゃないんだけど合法なんだけど、でもそういう会社ではできないようなことをやりながらやるのがリモートワークのいいとこみたいなそういうね、ことも感じられるだろうし、まあバレたとしてもですね、まあお料理食べて、食事しながらでしたみたいな感じでギリセーフかなとも思うんですね。うん、自宅なんでね。ですからね、まあ私はリモートワーカーでお酒飲むぐらいだったらニンニク料理とかそういう匂いのきついねもの、会社ではなかなか食べられないような、ものをね食事をすればいいんじゃないかなとそう思っております。